こんにちは、こんばんは、インドポンです。本日の課題、縦バンクについてお話していきたいと思います。横と同じ数字ではダメなのってなりますよね。また覚えないといけないのってなりますよね。確かに、そのビリヤード台のラサの張り方、ラサの種類によっても、速さも違い、影響もあります。クッションも経年劣化が見られますので、 10年もすればクッションは下手り交換ということになります。まあ、致し方ないことでもあります。結構難しいとこですが、基本はこうなるからということを知っていただければ、応用にもつながると思います。縦バンクは先玉のいる位置によって判断の仕方が難しくなり、クッション際ではカチンコ、卵をすることも多くなりますので、卵を避けるために、 手玉の配置によっては押し回転や引き回転を入れ玉がのコースを避けることになります。ここで手玉に引きを入れると先玉は広がる傾向にあるし逆に上回転を入れると先玉は縮む傾向になります。なおかつロングバンクになりますので難しくなるわけですができるだけ半タップ以内の上下の同点を使い合わせる方法です。 一概にこれはこうですとは言えないですが、イノポンは縦バンクの見方はこの数字から入るのではなく、二等辺三角形を描くことから、こういう計算が成れたというふうにお話していきますので、参考になれば良いと思います。本日公表するアルファバンクは今までにないシステムになるので、ゆっくり理解して使ってください。前回 最後にお話した逆バンクの初級出しの数え方や、上バンクの数え方をお話ししましたが、本日は後ほど、下をついてバンクを入れる方法、順を入れてポケットする方法もお話していきます。いろんなクッションからポケットする方法のお話はしていましたが、いろんな条件が重なっているものだということを認識しておいてください。では、よくわかるアナウンサーさん、お願いします。 本日もよろしくお願いします。バンクの覚え方で重要視したいところは、その日のコンディションは大事です。梅雨時期に覚えるのはダメです。湿気が高いとクッションでは、少し縮む傾向になるので、バンクは水物と言えるでしょう。湿気が入ると難しくなります。気持ち強くついてしまうと、クッションが凹み、反射角が縮むのです。 これではいくら上級者であっても非常に加減が難しくなります。では、縦バンク、イノポンの法則についてお話しさせていただきます。図14、検証、縦クッションバンクです。手玉の数約1ポイントを横バンクシステムと同じ4と計算する基本がありますので、ワンクッション目のラインの数は検証をした結果、 コーナーポケットに入らず、先玉は、手前1ポイント付近に走るので、同点上で、回転を手玉に与え、先玉を縮める回転調節や、強さ加減をしないといけないことになります。確かにロングバンクで、ズバッと、強くつく方法で、ロングバンクが決まることもありますが、毎回うまくいきません。検証結果は、 宗教の強さでつく場合、必ず16で16に入れると、コーナー手前の超クッション1ポイント付近に来ますので、それを調整するためのシステムがいることになります。ここで、イノポンが、考案した、世界初、縦バンクイノポンの法則について、お話しさせていただきます。図をご覧ください。図15、世界初。 イノポン著作。縦バンクの法則。イノポンが調べてみて。先玉がコーナーバンクに吸い込まれた数字は。前クッションは10と読み、手前クッションの数字は。6、11、16、21、22.5、25.5、30.5。先玉ロングバンクの数値になります。この数字には、秘密の法則があります。 ここで分かったという方は素晴らしいです。では、皆さんに秘密をお話しします。ここだけの話です。図 15a、縦バンク、イノポンの法則の秘密。実は、先ほどの縦バンクの図には、数字しかないので、なかなか、問題は解けないと思います。実は、α 数字というものが存在します。α 数字の役目は、 入射角度、反射角度が等しいに等辺三角形を形成するための定理なのです。アルファ数字をプラスすることでコーナーバンクシステムが生まれます。誰かが作っていても公表してないシステムです。世界初だと思います。イノポンの縦バンクなのでアルファバンクと命名します。プラスする変動数字をアルファ数字と言います。 この変動数字がないと定理は生まれません。横バンクの延長をするには、もってこいのアルファ数字なのです。さらに詳しくお話ししていきます。図1 5B、世界初。アルファバンク縦バンクとは。アルファ数字は変動しますが、覚え方は簡単です。見ていただけるとわかるのですが。手前クッションの数字は、初めの1ポイントメガニです。 そこから1ポイント増えることに、アルファ数字が1上がっていきます。4の場合はプラスアルファ数字2なので4プラス2イコール6。8の場合はプラスアルファ数字3なので8プラス3イコール11。12の場合はプラスアルファ数字4なので、12プラス4イコール16。16の場合はプラスアルファ数字5なので、16プラス5イコール21。ここまでは、 すべて1を足した変動数字でしたが20からはクッションが開くので20の場合はプラスアルファ数字2.5なので20プラス2.5イコール22.525の場合はプラスアルファ数字0.5なので25プラス0.5イコール25.530の場合もプラスアルファ数字0.5なので30プラス0.5イコール30.5これがロングバンクの数値になります 強くつかないこと、楽にセンターショットする加減で正確につければ、コーナーに走ります。ノーイングリッシュと、強さは中弱で、ワンクッションして1ポイントへ帰るくらいの加減です。加減は人によって様々なので、自分なりの加減を覚えて、実践、あるのみ、です。ただし、イノポンはオルハウゼンテーブルで、 検証した結果をお知らせしていますので、他のテーブルでは検証しておりませんので、ご了承ください。とりあえず、縦バンクを解いて、基本ができたのは、ビリヤード業界が、驚愕するような、事実であるということです。では実演です。まずは、1ポイントですので、4になります。プラス、アルファ数字2になりますので、 6のラインに狙います。コーナーポケットに向かいました。次は8です。プラス、アルファ数字3になりますので、11へのラインで狙います。コーナーポケットに向かいました。次は12です。プラス、アルファ数字4になりますので、16へ先玉が入るように狙います。同点は、まっすぐの少し、下になります。 コーナーポケットに向かいました。次は16なので、プラス、アルファ数字5になりますので、21へ狙います。コーナーポケットに入りました。次は20なので、プラス、アルファ数字2.5になりますので、22.5に狙います。コーナーバンクが決まりました。25なので、プラス、ァ数字0.5になりますので、 25.5に狙います。コーナーポケットに入りました。30です。プラス、アルファ数字0.5になりますので、30.5に狙いますが、気持ち級が立っているものと思います。では狙ってみます。コーナーポケットに向かいました。では、アルファ数字の途中はどうなるのってことで、こういう風に応用すれば、問題ないです。 C 世界初アルファバンク縦バンク応用アルファ数字の応用編です6の場合はプラスアルファ数字2.5なので6プラス2.5イコール8.5に狙い10の場合はプラスアルファ数字3.5なので10プラス3.5イコール13.5に狙い14の場合はプラスアルファ数字4.5なので14プラス4.5イコール18.5に狙います 応用先玉ロングバンクの数値になりますアルファ数字は変動はしますが突き出すポイントのアルファ数字は固定していますので1ポイント目は2です1ポイント半になると2.5というふうに数えますでは実演です 4× システムバンクの応用です6なのでプラスアルファ数字2.5になりますので 先玉8.5のラインに狙います。コーナーポケットに入りました。次は10なので、プラス、アルファ数字3.5になりますので、先玉13.5に狙います。コーナーポケットに向かいました。では次は14なので、プラス、アルファ数字4.5になりますので、18.5に向かうように狙います。見事、コーナーバンクが決まりました。 いかにその二等辺三角形ラインを読めるかで縦クッションコーナーバンクを楽しめるわけですではひねり同点上同点下同点でつくとどうなるのかも検証して分かり次第ご報告させていただきますでは前回の続きをお話ししたいと思います図 12A 上逆ひねり告クッションバンクで 横バンクの上同点や逆上ひねりのお話はしましたので、じゃあ反対の順上ひねり、下同点のお話をいたします。22B 上順ひねり横クッションバンク。これは加減が一緒なら今度は1をプラスすることで、ひねり同点で先玉をチャラにしてポケットインする方法です。このシステムは 手玉の順上ひねりでしっかりつくときに使えるシステムで手玉の数手前のクッション1ポイントを4と計算した図12の後で12の玉ならアルファ数字をプラスして計算する方法です同点順上のみ限定の方法ですあまり先玉がクッション近くにある場合は卵するので使えないですがアルファ数字は 少し変わるのが難点です。20の時は22。16の時は1をプラスして17へ。12の時は12.5。8の時は8.5へ。4の時は4.5へ。先玉が入るようにつきます。では実演をやっていきます。先玉に当たってからの手玉の動き方で順の上が入っていることが見てわかると思います。 4にセットしていきます。卵しないように手玉を少し左に置きました。4.5に先玉が向かうようにつきます。サイドポケットイン。しました。では次は8です。8.5についてみます。サイドポケットイン。しました。では12ですので、12.5につきたいわけですが、正確に当たるよう、 15がわかるように、目印にチョークを置きました。実践では目印を置くのはダメです。ファールとみなされることも稀に、あると思いますので注意してください。では12.5につきます。サイドポケットイン。しました。続きまして16なので、17へ向かうようにつきます。サイドポケットイン。しました。では続きまして、 津 12c 強めの下横クッションバンクこのシステムは手玉の下をしっかりつくときに使えるシステムで手玉の数手前のクッション1ポイントを4と計算した津12の後で12の玉ならアルファ数字をプラスして計算する方法です下同点のみ限定の方法ですあまり先玉がクッション近くにある場合は卵するので使えないですが アルファ数字は少し変わるのが難点です。20の時は22。広がるクッションになるため、影響が受けにくいと思われます。16の時は0.5をプラスして16.5へ。12の時は0.5をプラスして12.5。8の時は0.5をプラスして8.5へ。4の時は何もしないで4。 角度がないため影響が受けにくいと思います。覚え方は4と20はおがめなしで。残り3個は0.5をプラスしてします。先玉が上の数字に入るようにつきます。では実演です。4から行きます。先玉は4.0に狙います。手玉を少し引きます。サイドポケットイン。しました。8にセットします。 8.5に狙います。サイドポケットイン。しました。次は12なので、12.5に狙います。同点は少し下です。サイドポケットイン。しました。16は何気なく、飛ばしてしまいました。すいません。20で行ってみたいと思います。サイドポケットインしました。肩で強くつくわけではないです。 下を少し引く加減でついています。距離感は自分なりに覚えていただき自分のものにしていただけたら良いと思います。本日の課題は縦バンクの方策をお話しさせていただきました。本日の課題が知らなかったなぁ。勉強になったという方はチャンネル登録いいねお願いします。コーナーバンクはイノポンの アルファ数字でコーナーポケットにコントロールできる練習することで力加減を覚え実践に使ってください次回は図16手玉の横クッションバンクをお話しさせていただきますのでよろしくお願いします本日も最後までご視聴くださりありがとうございました皆様の腕が向上するよういろんなコツを お話ししていきますので、これからもよろしくお願いします。本日もありがとうございました。